はい、スリープフリークスの水谷です。ロジックがアップデートされ新しく搭載されたシンセアルケミー、すごいシンセです。ものすごすぎて全部お伝えできないので概要だけでもお伝えできればと思います。まず立ち上げるとブラウザ画面が出てきます。左上のタブでブラウザ、シンプル、アドバンスと切り替えます。ブラウザ画面では膨大なプリセットを選ぶことができます。カテゴリー、サブカテゴリー、ジャンル、そしてティンバー、このように絞り込んで選ぶことが可能になります。プリセットを選んだらこちらの下の部分、ここがアルケミーの売りの一つ、パフォームになります。どのようなものかというと、プリセットごとに最適なエフェクトやフィルターなどのパラメーターの設定が8種類備わっているということになります。なおかつドラッグすることによりモーフィング、すなわち滑らかに音を変化させてくれるんですね。このような感じです。なかなか面白いですね。このモーフィング自体も簡単にオートメーションにかけます。ブラウズタブからシンプルタブに変えてあげるとこのように画面が見やすくなりますね。あとは簡単です。オートメーションを表示させ、こちらリードとなっている部分をタッチかラッチどちらかにして、あとは再生してうにょうにょ動かすだけですね。聞いてみましょう。複雑なエフェクトやパラメータの変化もいとも簡単にオートメーションにしてくれます。すごいですね。プリセットだけじゃ物足りないよという方にはこちらのアドバンスタブで音色を細かく変更することができます。グローバルタブでは4つのオシレーターのオンオフ、もしくは波形を変えてあげたりすることもできます。マスターのフィルターが2機搭載されており、パラレル、シリアルと切り替えられるので細かなフィルタリングも可能になっております。マスターのボリュームとパンニング、そしてチューニングですね。グライドもここで設定してあげることができます。 ABC タブでは各オシレーターの細かな設定ができるようになってます。実は各オシレーターにはフィルターが 1,2,3 機、そしてシリアルとパラレルを変えられることができるので、より積極的に音色作りができますね。こちらパラメーターにオレンジ色のラインがあるものは何かしらのモジュレーションがかかっているということになります。このパラメータをクリックすると、こちらのモジュレーションボードに今何がかかってますよっていうのが表示されるようになっております。もちろんかかっているものをオフにしたり、また新たにオンにしてこちらのところから例えば LFO をかけようかな、もしくはシーケンス機能を使おうかな、などといったことも可能になっております。その他にも多彩なアルペジエーター機能やエフェクトもこのようにたくさん備わっております。音作りには苦労しませんね。いかがでしたでしょうか。まだまだお伝えできていないところがたくさんありすぎるのですが、このアルケミーの可能性は無限大に近いです。ぜひ楽曲制作にご活用ください。ありがとうございました。ご視聴誠にありがとうございました。この動画が参考になりましたらグッドボタン、高評価をお願いいたします。今後も動画を更新し続けてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ウェブサイトや Facebook、Twitter なども更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。その他、動画の再生リストなども用意しておりますので、パソコンの方はもっと見るをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画のタイトルをタップしていただくとアクセスが可能です。また、スリープフリークスに対する応援メッセージやコメントなどをいただければ嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。